はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、どんどんとやってますよ。前回ね、ちょっと寿司道長さんの方にポンと行きましたけど、今日はね、また東の方に戻ってきて、スーパーマーケットのね、戻ってきて、1号館さんに戻ります。一番最初のね、第1回のところ、1号館さんやってたんですけど、その時にね、あ、水産しかないねっていう、冷やしかないなっていう話をしてたと思うんですけど、改めてね、行ってみたら、デリカの方も、後からね、できてましたんで、こういった感じでね、チラシの方ができてたんで、これを見ていこうと思います。ただね、サイズがね、結構でかくなっとったんで、またスキャンできんなというところで、どうしようかなと思ったんですけど、もうね、スマホで写真撮影でね、バチバチ行くことにしてみました。もうね、数よけ撮れますから、今のスマホなんてね、別に10枚でも20枚でも写真が撮れるんでね、それぞれピックアップした写真とかもね、バチバチと撮ってね、もうそれ見ながら撮った方がいいんじゃねえかと。スキャンしたやつで、もう無理やり拡大するのも、そんな時代は終わったんじゃないかということでね、形でね、やらせていただこうと思います。まあ、スキャンして、それのデータ保存して、どうのこうのってやるのがね、めんどくさくなって、もういや、写真撮った時にバチバチバチっていうね、オチなんですけどね、まあ、早速やっていきましょう。あーって言っても、あー、大変だ。さあ、画像変えましたけどね、まあ、こんな感じ、全体としては載ってます。この前載っとった、要は海鮮オンリーだよねって話をしたとき、やっぱ、惣菜の方は惣菜で別で作ってるっていう風になってみたし、もう、チラシが完全に分かれとって、売り場で置いてある場所もね、それぞれで置いてますよという感じなのかな、っていうところでございますね。1号館なんで、これで惣菜部門なんで、通の丸の内店とね、四日市店は除きますってなってます。四日市店ね、そうですね、味よしさんが入ってます。普通の丸の内も味よしなのかな。とは別のテナントの惣菜が入ってるみたいなんで、それの兼ね合いで、ここでのが対象外ということです。ちなみに、ちょいちょい行っとるところが結構、四日市のお店に、四日市店に行くもんでね、それも合ってないのかもしれません。これまた別のところ行ったらあったんでね。味吉さんは味吉さんで、まだできたんで、次の回でね、やっていこうと思います。まあ、1時間後になるのかな。編集間に入ればですね、まあ、エンコード次第、もう、時間が、だん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 と、リピートとあれが迫ってきてますんでね。ということで、早速ね、見ていきましょう。1号館さんね、まあまあ、水産の方は見てました。そっちの方でちょっとね、お高めのやつか、多めの設定になってましたけど、やっぱこっちの方でね、お得なやつも入ってきてるなというところでございますね。じゃあ、順番に見ていきましょう。よく、これでいけるかな。はい、まず一番前にね、ドンとあるのが、これがメインのやつですね。北海道原料ズワ、紅ズワイガニ巻きっていう名前らしいです。北海道原料、紅ズワイガニ巻きと、いうことらしいですね。はい。北海道産の紅ズワイガニを使用したやつということでございます。これが1491円。これが高めの設定のやつで、まあ、惣菜ではこれが一番上に来る感じかな。海鮮系みたいなのがそんなにない。っていうのは、海鮮が水産の方でやる。こっちはどっちかというと惣菜系の方がメインになってくるような感じみたいですね。いう中で、紅ズワイガニとか使ってるのも入ってますよってことですね。で、これも紅ズワイガニのほぐし身に、きゅうり、卵、グリーンリーフ、マヨネーズってことで、まあ、カニをしっかりと楽しめて、食感もね、きゅうりとかで補ってるという感じですね。マヨネーズとかが入ってるんで、まあ、かなり、食べやすい感じになってるんじゃないかなってことでございますね。1491円ということでございます。これが一発目、メインのやつ。で、次に来る、これね、紅ズワイガニほぐし身ときゅうり卵クリームマヨネーズいったね、これが感じになってますよということでございますね。よいしょ。で、次が、1号館特製、これ、なんて読むんでしょうね。千姫？千姫巻きでいいんですかね。いつも私、わからんまんま買ってるんですけど、これ定番で、惣菜コーナーで売ってるんで、これ好きなんで、よく買って食べてるんですよ。よく買って食べてるんですけど、いつも名前が、ちひめ巻き？ちき巻き？ちき巻き？姫だから、きーとも言ける。でも、まあ、千姫巻きかなと思ってね、そのまま読んでますけど、千姫巻き好き。っていうのがあります。まあ、普段から売ってるやつですね。それの1本丸ごとのやつが754円で販売になります。ハーフサイズ、多分ハーフサイズが普段売ってるやつのサイズになってくるのかな。これが378円、というふうになってます。そうですね、普段それぐらいの値段で売ってますもんね。
カットしてありますけどね、あの、一口サイズにもちろんカットしてあるので、普段は売ってるんですけど、これが巻きレモンというので、売りますよってことでございますね。まあ、定番寿司ですね。ごぼうとか、アサリシグレニが入ってるのがちょっと特徴かな。で、ごぼう、卵、きゅうり、かんぴょう、おぼろと、まあ、それ以外のところは結構、定番な感じのやつが入ってる感じです。まあ、恵方巻きの具材とはちょっと変わってきてますけど、まあ、これはね、普段から売ってるやつをそのまま持ってきてるんで、こういう感じですね、ということでございますね。なるほど。うん。そう、しぐれですからね、こっちの方といえば。まあ、しぐれ、ね、桑名の方が、しぐれで有名で、まあ、もちろんこの地域の、特産品でございますからね、ということでございます。っていうことですね。で、次が、1号館特選海鮮巻きってことで、これも定番であるよね。見たことがある気がするんだけどな。特選海鮮巻きってことで、これ定番ではレジでは売ってないかな。マグロ、サーモン、エビ、イカ、魚卵なんですね。多分、なんだろうな。飛び子かなんかなのかな。だと思いますけどね。で、キュウリ、卵が入ってるっていう、まあ定番のところにとか入ってますよっていうので、1本1167円。ハーフサイズも用意してあって594円っていう感じですね。まあ、ザ定番、お手軽にね、海鮮系楽しみたいんだったら、この価格でね、楽しめるし、いいんじゃないかなっていうところでございますね。特典海鮮巻き、こんな感じと。で、次が、春香る七福巻きという名前です。まあ、これが一応、恵方巻きのところになってくるのかな、定番のっていうところですね。菜の花かんぴょう、穴子、こうやかにかま、卵、おぼろってことだね。まあ、入ってる具材からいくと、まあ、七福巻きの、ってなってて、まあ、いわゆる恵方巻きっていう名前にはなってないですけど、一番いわゆるベーシックな恵方巻きに近いのかなとかですね。菜の花が入ってますけど、まあでもなんか、他のところでも恵方巻きでね、菜の花が入ってるところ入ってないと、結構地域なのか、名古屋の方のやつは結構菜の花入ってたかな、会社さんは。っていう流れで言うと、こっちの方でも入ってるところあるんだなとかですね。春をつける菜の花を含めて7種類の具材で巻いてますってことで、これ1本1078円、ハーフだと540円ってことでございますね。まあ、ザ定番で行くと、これのあたりになってくるのかなというところでございますね。なるほど。なんで、何の花が入ってるというのは特徴になってくるかなというところかなと思います。あと、カニカマも入ってるから、結構、シュワシュワ感あるんじゃないかなというところでございますね。こうやってなったら、こうやって奥のことでしょうね。こうやってなんか略してるのもですし。あと、なんなら、その卵の表記が、こっちは漢字で、こっちは実は、ひらがなだったりとかって、結構なんか品目、同じ品目で同じ商材のはずなんですけど、結構名前がね、それぞれによってちょっと書いてあったりするのも、なんか、違いがあるのかな、あれかな、巻いてあるのがあるかな、と感じにしたのかな、もうちょっとわからないですけど、そういうような感じになってましたね、ということでございます。続きまして、贅沢ローストビーフ巻きって、これ全然200本限りらしいんですけど、肉系ですね。肉系は、1号館さんはローストビーフでどんどん押してますって感じですね。78円、もうローストビーフ、グリーンビーフ、オニオンスライスってことで、多分定番で言ってるローストビーフをザ肉巻きでギュッと巻いてるって感じでしょうね。結構美味しそうな感じ、肉肉しい感じでね。肉で確かにローストビーフがほんまに意外となかったじゃないか、っていうところなんで、ね、この辺りも、なるほどな、肉系だといいのかもしれません、ね。なるほどな、178円と。で、続いてまた、これも肉ですね。まあ、通常は水産のところじゃないんで、肉系が結構多くなってくるってことで。牛肉金パン巻き、金パン巻きですね。韓国風の煮巻き、わざわざ書いてくれてありますね。951円で、まあ、牛肉入って味付け、牛肉、大根漬け、味付け、小松菜、味付け、人参、プルコギ、タテね。卵、キュウリ、グリーンリーフにマヨネーズっていう、ザ、金パン巻きっていう感じになってますよね。ナムルっていう表記がないだけで、この辺り、味付け人参とかこういうのが入ってるので、まあ、この辺りが、いわゆる、ナムルの味ですよね。中にナムルと韓国風の具材を海苔巻きしましたっていうふうになってます。ということでございます。いう感じですね。金パン巻きが951円と。まあ、野菜系の金パン巻きもやっぱ定番に置いてあるところ増えてきましたね。もっと前までは、ね、なかなかその韓国料理屋さんぐらいしか置いてなかったですけど、まあ、だいぶ定番化してきてるな、というところですね。で、続いてが、牛しぐれマヨ巻きってことで、しぐれですね。しぐれにね、やっぱね、こっちの方はね、あれですからね。味付けた、牛肉とごぼうをレタスとマヨネーズと一緒に、巻きましたところで、トトトトという感じですね。どんどん入ってます。味付け牛肉にごぼう、マヨネーズ、卵、きゅうり、カニカマ、グリーンリーフなんで、同じ牛肉系でも、まあ、こっちが韓国風コリアな感じのね、
感じにしてあって、こっちはちょっと和風さっぱりめな感じにしてあるのかな、カニカマとかも入ったりですね、っていう感じですね。こっちは1078円だ。あ、こっちのキンパの方もちょっと安いかな、っていう感じですね。これの方が見やすくていいかもね。今後これでいこう。もうスキャンする時代は終わったね。これ、見やすいし、いいね。うん。あ、まだあった。はい、巻き寿司のハーフデートがありますと。ヒレカツ巻き、鉄火太巻きと、ツナサラダ巻きで、ハーフサイズ、多分これが9センチ、他が18センチだと思うんですけど、ちょっと、センチの表記はないので、多分で言っときます。多分9センチ。こっちが9センチってことだと思います。で、太巻きってなってるから、5センチくらいサイズあるのかな。まあ、鉄火太巻きってなってるから、5センチくらいあるっていうふうに見込んで話をしてますけど、うん。ヒデカツ巻きと、テッカフト巻きと、ツナサラダ巻きの3本入って1059円。いろんな味が楽しみたいな、これでいいですし。ね、家族でいろいろと分け合ってっていうんだったら、これでもいいのかなというところですね。1059円で3本セットも入ってますよということで。まあ、定番のところ、ずっと揃えてる感じですね。1月27日の午後5時までで、あ、そう、4日時点とね、通丸の時点は別ですよというふうになってますと、いうことでございます。で、受け渡しは朝の9時からここまで。これも水産と一緒ですね。全部夕方5時まででっていうふうに。揃えてあるみたいですね。いうところでございます。これ意外とね、夕方5時はね、ね、仕事をしてる、男性陣からするとなかなか大変な時間ではありますけどさ、まあまあまあ、基本的にまあこういうのに好きなよ、家族全然ね、やる人が多いんでね、あれだなっていうところだとは思いますけどね、というようなところになってますっていうことでございます。まあなんで夕方ね、夕方、夜の12時までやったら夕方5時までなんやっていうところだと思いますけど、多分単純に朝から仕込みしてどのコーナーやったりするかに、消費期限が、そこまでしか、つけれんっていうかっていうのがあったりするかもしれませんね。うん。なんで、ちょっとわかりませんけど、うん。まあ、行って、テントあったら、どうせ帰り道にね、ありますんでね。だから、絶対5時は回ると思うんで、ちょっとさすがに、ちょっと予約がね、そうすると、まあ、こればっかしはね、奥さんのおらん、お前が悪いと、ね、いうことでございますんでね。まあね、家族連れですとね、そういうような感じで、5時までにね、帰ってくると。でも、最近あんのなんか、周りだと、やっぱ、トンボ働き増えてるから、案外5時までに、うちらよりちょっと上の世代になると一気に増えますけどね。まあまあ、そうか。子供いると、まあ結局パートで、それぐらいの時間までには終わって帰ってくるし、もう結局夕飯の準備とかっていうと、そんなにシフトしてるかって言ったら、結局スーパーのピークのところでそんなにシフトしなくて、やっぱし、4時台の方が一番夕方のピークになってくるんで、惣菜とかもやっぱ作るの3時、4時、やっぱここにやっぱ焦点合わせて作る、ような、あそこが一番わかりやすいですよね。水産とデリカはそこら辺でるんで、まあそういうのとか見てると、まあそこまでやっぱし、主婦の方だからね、買いに行く、主婦と言っても、まあ、今はね、共働きの時代なんで、専業の主婦の方っていうのは、もう本当に聞かなくなりましたけど、まあ、とはいえね、まあね、やっぱスーパーに買い出しに来ると、やっぱ7割以上は女性の方になってくるんで、まあ、最近、単身のね、男性、も増えてるんで、一概に、ちょっとはね、比率は変わってきてるし、ちょっと1号館は男性比率が高い方かもしれない。深夜までやってると思うんでね。彼氏とかで働いてると、もう本当にやっぱし、平日昼間って言ったら8割方ね、女性のお客さんになってきますから、そういうところとかもちょっと違いとしてあったりするのかもしれませんけど、まあ、夕方5時までの座撮影なんで、そこだけね、ちょっとお気をつけいただければという感じかな。っていうところでございますね。あ、次のやつがちらっと見えてしまっていた。厚闇、一家カード50ポイント申請なんかもやってるらしいです。あら、便利ということでございますね。で、よいしょ。これを利上げするとこんな感じです。もうちょっと水産別でやってたんで、水産とはまた別ので、今回カウントさせていただきました。もう、チラシとかも完全に分かれてますんでね。他のところね、吉津屋さんとか、が典型でしたけど、水産デリカってね、一丸になってね、まとめた、広告になっておって、これはこれっちの方で、みたいになっておったのとは違って、完全にもう、それぞれ分けてある。多分、水産とデリカで、その店舗が違うところがある。トライアルとかでもそういうのはあるんですけど、もうそれごとに分けてるっていう感じですんで、もうこっちも分けました。ベニズバイガニ巻きから1400円とか、さーっと入っていってみてみると、まあ、定番のところはハーフも抑えてあって、一応、ハーフセットとかもあってって、まあ、外なく入ってるっていう感じなのかな。
っていうところですね。品目的には結構落ち着いたところね、7度ほどのね、ところとかが入ってきたりするんで、っていうところかなと思います。ハーフでね、378円のね、まあ定番のやつですけどね、とかもあったりするんで、かなり価格帯もね、収まってきてるというところで見てみると、こんな感じになりますよと。よいしょ。これ、閉じた方がいいや、まず。表示にしてみると、やっぱそうですね、水産の方のが高め設定、ね、1136から1059の設定だったのに対して、デリカはね、1291円から378円と、まあそこの安いところも入れて、まあ住み分けしてるって感じですね。アイテム数は11、こっちも11揃えてるんで、まあ両方合わせて16あるっていうふうに考えてみると、まあそれなりにあって、で、セット販売とかそんなに実は11で2なんでね、それぞれが1しか用意してないっていうのも、ちょっと特徴ではありますね。で、ハーフの揃え方も1、4ですからね。なるほどなっていうのを見てみると、わかって見てみると、他のところと比べてると、まあ結局ハーフとかその辺あれなのかな。うん。セット販売かなり少なめにしてあるのかなっていうイメージはありました。そう、ユージもわからねえんだよな。っていうところとかを見てみると、まあ、完全にデリカとやっぱ水車で炭焼きをしていく感じにしてあるんだな、というのがわかってきますね。なるほどな。で、まあ、これ、デリカの方は、ね、そこで378まで設定してあるんで、パッて見てみると、もうね、牛トラぐらいで、逆に牛トラ279ってのはやっぱ安かったんだな、というのも思いますけど、牛トラ1号館は、と、あ、この2つと、牛トラ1号館と、この中だともう1つあるよね、まだないのか、金瀬か。金瀬のこの3つ、バーローは CG、バローも CGC 入ってたっけ？結構バローのオリジナルが多いから、あんまり指名しないけど、あれ入ってたか？っていうところらへんが、あ、そうだ、バローもそう、CGC 入ってたか。で、あたりが CGC グループのところですけど、まあ結構、戦略は、そこでバロー、CGC グループではそんなに、統一しては、まあまあ、CGC 自体はそういうのを統一して、統率してやろうという感じではないですからね。うん。トップバリューとかはちょっとその傾向がある。まあ、イオングループのね、イオン資本の資本関係の中でやっていくんで、ね、いうのがありますけど、比較的 CGC に関して言うと、そういった感じかなというところですね。まあ、結構っていう場合、バラ、違いがあるな、といった感じでございました、というところでございますね。とりあえず、自交換はこれで終わりかな。で、その言うとった4日時点は、アジオシさんが入ってるんで、アジオシさんのカタログ次は見ていきたいと思います。今日はね、こんな感じで。まあ、やっぱ定番のところもしっかりと揃っておってっていうところで、まあ、炭焼きもしてるな、というところで、便利な感じになってるな、という感じでございました、ということでございますね。じゃあ、この動画はね、これぐらいで締めさせてもらって、また1時間後に頑張りながら、夜通し撮ってるんでね、疲れ、もう、どこかで寝落ちしそうな気もするけど、まあ撮れるところまで頑張ってみます。よろしくお願いいたします。フルシャイでございました。